山梨県甲斐市にある諏訪神社ですね。こちらの神社は、しずり神社穂坂大明神ですね、修復ということで武田信玄にも分かっていると言っています。なので、この諏訪神社と書いてあるんですけども、この表札といえばいいのかがちょっと違うんですね。神社の名前を書いてる、このしずり神社穂坂大明神修御修繕というのがありますね。で、ここの門は新しくされてますね。武将が武田の武将を持ってるという感じですね。分かりやすいですね、武田の武将が持ってると。駐車場はね、多分ね、ここに止めていいと思うんですけど、1台ぐらいなら行けるかみたいな感じです。もしくはちょっと近くにあるもう一つの諏訪神社の方が、止めやすいと思うので、いいと思うんですけど、狛犬さんが、2つ、お出迎えされて、社殿自体は、拝殿というかいいのかは、こっちの方って大きいですね。この後ろに何かあるのか、こっち見てくださいという札がありますけど、ここも拝殿のところは、おそらく昔はこっち向きに何かを、村の人たちに何かを見せる形で作ってると思うので、他の神社だと全部囲っちゃってますけど、なってますね。こちらはね、稲荷神社だと思います。この狐さんっぽいのがいます、で、こちらになんか遺跡みたいなのがあるんですね。諏訪大神社境内の登り窯跡があるそうです、どこに？あ、そっちかな。で、本殿の後ろ、ちょっとここ行ってみますかね。境内の登り窯跡、どこだろう。高巻の方からですね。傾斜地のくぼみ、傾斜地のくぼみ、傾斜地のくぼみと書いてあるんですけど、どこがあって、もう発掘跡なんでしょうね。だから分からなくなっちゃって、ここっていうのが分からなくなっちゃってるのかな。どこを指してるのかが若干わからないんですけど、傾斜地のくぼみだから、あこは発掘跡だからちょっとわかんないかもしれないです、その辺りかなみたいな形でちょっと考えてた方がいいと思いますね。竹がすごいですね。こっちって書いてあるんですけどね、こっちがどこなのかがちょっとわかんないですね、本殿はこちらで、彫刻も素晴らしく作ってありますね。後ろにあるのが奥宮という扱いなんでしょうね。ちょっと見えづらいかもしれないですけども、こういう木彫りのね、庭がありますね。こういうところは普通の人がなかなかいないのでなんですけど、
薪の祠がそこにもありますね。多分この辺りが そうなんですよね。発掘跡だからもうどこっちか分からなくなった。どこがその後なのかがちょっと分からないですけど、こっちもね、なんか鳥の彫刻がありますね。町の祠があって、こちらにちょっと大きな祠があるのは何でしょうか。何かはちょっとわからないのが結構多いのはちょっと残念なんですけども、説明書きがないんでね、わかんないんですけど、諏訪神社ですね、をご紹介しました。